森さん中でーす。今回はケイユカでございます。うん、見たことがあった。うんうん、ケイユカの商品のこれを紹介してるっていうのがあったんですよ。ああ、もともとね。そうなんです。なので今回は紹介したいなと思います。うん、なんかちゃんと買い物したの初めてでした。へー、隅々まで練り歩いたの。うん、楽しいね。楽しかった。可愛いよね。可愛い。うん。なので、はい、紹介します。はい。じゃあまず。私、黒さんが一番紹介したかったやつ、はい、あ、なんだろう、じゃ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 ん、これあ、かわいい容器、あった、見た、うん、見てない、容器電子レンジ OK、冷凍、うん、冷蔵もちろん OK ね、うん、で、日本製なの、へー、で、いいね、洗いやすいのよ、これ、あ、すぐ乾くタイプの、ほら、そう、ほらね、ここも溝も洗いやすいの、ほんとだ、うんうんうん、で、これで日本製、うんうんうん、これこれ可愛いね、蓋の色も、色が可愛い、全部違うってこと、色は22って、あ、ほんとだ、ちょっと違う色が、そう、へー、色が可愛いよね、こういう色ないもんね、くすみからね、今可愛い、これこれを私は実は紹介したかったことございます、お気に入りや、なるほど、黒沢さんの、あとはもう欲しいものなと思ったのを今回、はい、いいなと思ったのは洗濯ネット、おー、安いね、でもしっかりしてるの、あ、いいね、そう、うん、黒沢さん何を入れるの、そのサイズは、トレーナー T シャツ T シャツだったら2枚入れる、へえ、ちゃんと入れて洗ってんだね、おう、すごいね、トレーナーとか T シャツ入れて洗ってんだ、このままよ、私もそのまま入れてる、マジか、うん、入れないネット、ヨレヨレでしょうが、あ、確かに、そうなんだ、それ入れると違うもんね、気持ちね、伸びないんだ、かましてるから、へえ、これ何それ、好きみたい、まな板置き、正解、あ、まな板が立っとくか、カッティングボード、うん、あー置き、なかったあったんだけど、全部こうやって偏っちゃう、こうやって、あー、グラグラしちゃうの、そう、安定感が、そう、軽いやつって意外と作りがね、これしっかりしてんじゃない、しっかりしてんの、ほら、うん、あ、すごい、ほんとほんと、あ、ただのあやめて、やめて、机が壊れちゃうと思ったんだね、だってさ、そのゴムがついてるじゃない、そう、本当だ、やっぱそういうの大事だよね、ここね、そういう細かいさ、仕事すんだよね、ケイカさんね、ケイカさんは、あと、うん、これ、うん、お、なんだ、三角コーナー、三角コーナーの、どこの三角コーナー、角に置きたいの、角に、どこに、あ、シンクの水切りとしてとかも使えるし、私はスポンジを置いて乾かしたいの、なるほど、だから、うん、こういうシンクの角にこうやって置くのを欲しかったの、へー、そこそこそこ、いいね、使わない時はこうやってていいしね、うん、ちょっとコップとか洗うだけだったらいいかもね、本当だ、乾かすのに、で、使ったことないけど、うん、洗面台用たわし、おー、ちっちゃいんだ、ちっちゃいのが欲しかったんですよ、うんうん、まあ、かわいい、で、研磨剤があんま入ってなくて、うん、なんかこう、傷つかないのが欲しかったんです、うん、いいんじゃない、かわいい、引っ掛けられるし、うんうん、傷つきやすいものにご利用の際は目立たないところでお試しにやってからご利用くださいです、うん、大概それ書いてあるよね、一回試して、ちょっとうちのシンクに合うかどうか、大丈夫そうならやってみます、そして、うん、箱が欲しかったっていう、この箱のいろんなシリーズがあるの、収納大きさとか、そう、で、冷蔵庫にそのまんま入れられるやつもあるし、こういう取ってる、付けのやつもあるし、取ってついてるやつね、で、これがまた重ねられるようになってるんで、あー、二つできるんだね、そう、へー、こうやってあんまりないよね、そうそう、無印にもあるんだけど、うん、よりはここが、あの、細、薄め、うんうんうん、だから、なんかこう、ちょっとこっち使ってみようかなと思いました、うん、へございました、あと、うん、まだある、ケイユカって、うん、まだ頼んだことないんだけど、うん、カーテンがあるの、あるあるある、カーテンあったでしょ、カーテン欲しかった、カーテンの測るセットもらえるの、あー、なにー、それすごい、これでオーダーカーテンできるんだって、これいいね、確かにあのレジの前にあったね、これそうそうそう、レジの前に気づかなかった、へぇ、で、以上、黒沢でした、さあ続きまして村上さん、はい、私行きます、はい、あの1万5000円ぐらい買っちゃってさ、嘘でしょ、私もすごい
気に入ったんだけど、旦那さんもすごい気に入っちゃって。あら、まずじゃあスリッパ、うん、これね。あ、いいじゃない。メンズもあるってすごくない？だって確かに確かに。そうなんだ。普通ワンサイズだよね。そう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 。なんか重たそうだね。しっかりしてるかも。へー、結構硬い。硬い。あ、硬い。だから外でも履けそうな。こっちの方が軽いかも。だけど冬もあったかそうだし、いいなと思って。いや、私ほら山小屋の方にさ、うん、スリッパがさない、ちょっとペラペラのスリッパを履いてるから。床が寒いとそれはいいね。そうそう、だから冬用になんかいいなと思って。ちょっとじゃああとキッチン系でいくと、うん、トング。もうトング結構お肉を焼くときに、うん、バーベキューのときに、うん、頼りないトングというか、うん、あのここが薄いとお肉に負けちゃったりとか取りにくかったりとかして。お肉に負けるトング、そこ強いの、ね、すごいの、しっかりしてるの。へー、形もいいし、うん、でこうこれも引っ掛けられやすいし、うん、めちゃめちゃ使いやすそうだなと思ってこれ買っちゃいました。へー、やっぱいいものだね。そうなの、うん、あと本当は木べらとかもあんまり買うつもりなかったんだけど。いっぱいあるでしょ、モンさんち。いや、木べらは1本しかないの。ああ、そうなの、うん、なんかいっぱい刺さってるイメージがあるんだけど、ね、ああ、全然、菜箸はあるんだけど、木べらはね、なんかちっちゃいからいいなと思って、ちょっとこの際は。なるほど。そうそうそう。で、竹とかでもなくて、ウォールナットかな。へー、クエニニの、うん、素材だね、ウォールナット。そうそうそう、木べらだけで3種、4種類あったから、うんうん、木が違うってすごいよね。そうそうそう、形じゃなくて。あとこれ、これです。あ、ザール。薄いね。これ薄いやつ。それ何を？ちょっとミニトマトとか洗いたいとか。小さいもの。そう、これちょっとこう台がついてる。あ、本当だ。これすごくない？本当だ。だから高さが出るからベタっとはなんないんだけど。あ、本当だ。水も切れて洗いやすいっていうの。これはすごい、これすごい。これすごいと思って。確かに。でしょ。うん、すごいね。ほんで、あとこれ鍋。あ、鍋。これ鍋。鍋いっぱいあるでしょ、モンさんち。天ぷら鍋なの、これ。あ、へー。で、このサイズ嬉しいなと思って。あ、小さくてね。そう、天ぷら揚げる時って油でしょ。結構、そう、あの、うん、鍋を選ぶ。油を選ぶじゃない、もうそれしかダメになっちゃうから、うん、天ぷら鍋持ってなかったけど、ずっとフライパンでやってたの、うん、だからちょっとこれいいなと思って。名前なんていうの？天ぷら鍋。へー。天ぷら鍋。だってフライパンでやるとなると油も結構必要なんだよね。そうだし大変。このぐらいでやりたいよね。いいよね。いいよ。そうなの。いいよいいよ。で、ね、私あのお茶。あ、カンカン。はい、お茶の缶。茶筒。茶筒だ。茶筒って意外とプラスチックの蓋だったりとかあるじゃん。うん、じゃなくてこっちの方がやっぱ湿気とかも二重になってるから。そうそう、防げるしいいなと思って。で、このサイズであんまり売ってないから。確かに、もうちょっと大きいよね。そう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 。だから、あ、これいいなと思って。あと、ちょっと。すごいな、まだまだあるな。キッチン用品。これとセットで。なんだなんだ？見たこれ。いや、欲しかったよ。ねえ、欲しかったけど、うん、ちょっと。諦めた。あのよくほらシンクがあってさ、うん、中にガポッてはめるタイプの、うんうん、あるよ。あれでやっぱカビるからシンクが、うん、結局そのシンクのサイドに今なんか網っぽいのを、うん、あの引いてから、うん、水切りマットみたいなのをやってるんだけど、うん、やっぱ置いときたいなって時もあるから、うん、あ、これじゃんと思って、うん、なんでカビが入るの？かぶっちゃうよ、シンクのこの下に入れると。へえ、掃除できないから。あ、そっか、こっちだったら見やすいよね。うん、だし、あの水もよくはける。はけるから。へえ、大島さんちゃん何してんの、水切り。あーしはああいうやつだったんだけど、うん、網網の、うん、下掃除するのが本当に大変になっちゃって、うん、そうだよね。あの下の白いそっち、そっち、これの、うん、内側の素材の網網みたいにして、うん、毎回洗ってんだ。まあ何日、ね、何日、1週間に1回とか洗えるように、洗える素材にした。そっか、人んちの水切り事情知りたいよね。人んちのね、確かに結構ね、うん、見落としがちになっちゃうんだよ ね、 うだね、こういうとこってね、下垂れるからね、下にね。そうそうそう、どうしてもね。で、ラストは、うん、これです。なんだろう、伸びる、うん、洗濯ピンチ。へえ、伸びるんだ。いろんなサイズで使えるってことなんだなと思って。それも初。何それ、初めて買った。面白い、すごいね、めっちゃでかくない？そうそう、
幅はあるんだけど、こうやってこうやって、すごいすごいすごい、あ、やばい、引っかかっちゃった引っかかっちゃった。伸ばしたり縮めたりできるんだって。伸ばしたり縮めたりできるの、大変だよこれ、縮めんの。あ、なるほど、そうでいいのか、うん、どういうこと。あ、最後に畳めるってことね。最後に畳めるけど、そのままでもいいってことだ。そうそうそう、でも出したらこう密集しすぎじゃない、ほら、あのズボンをやるときには蛇腹の方がいいみたい、うん、下着とか靴下しかないときは短くていいし、半分でもいい、半分でもいい、そうそうそう、これでもいいんだって。まあ、ただ邪魔な時はこうやってしまっとけるから確かにいい、ね、へー。そして大島さん。はい、私です。私は一枚板カッティングボード、これはメープルを買ってきました。へー。これ何がいいかってさ、うん、持ち上げる時にさ、ここが斜めになっててさ、うん、これすごいわ。これ持ち上げられるんだよね、うん、これすごい。まっすぐだったらさ、こうやって横にこうにしてさ、こうやるわけじゃん、うん、取れないんだよね、取れないんだ、ここは。って結構、うん、何乗せんの。これ切るんだよ、ネギを。ネギ切って、ネギ切るんだよ、ネギ切る、ネギ切って皿に入れんだよ、うん、そこに肉乗せたりするのかなと。いや、しね、そんなおしゃれなこと言う、皿だよ、皿、皿でしょうよ。でもそれさ、引っ掛けられるからいいね、それもまた、うん、S 字フック買って、ね、そう、これ一度も使ったことないね、こういうの、うん、あ、そう、うん、でもいいね、その痒いところに手が届くじゃん、そのデザインが。いいよね。あと、一番欲しかったのが、うん、ずっと探してたの、これ一番欲しかった。足、なんで、これだ、ネギ入れんのよ。それタッパじゃダメなの。タッパじゃカッコつかないのよ。カッコつけたよ。ダメにカッコつけんのよ。自分の中で開けた時に、うん、わーって思って、なんか嘘でしょ、そんな。違う違う、よく中華屋さん行くとさ、これがすごい並んでるじゃん。あー、わかる、ニンニク醤油みたいなさ。変わっちまったな。それに憧れてんだ。いやいや、おしゃれじゃなくて、美味しそうに見えるからいいなと思って、あ、じゃあすごい探してた。で、これをいっぱい並べて調味料を入れたら、めちゃくちゃ、調味料ってか、ネギとか、細かいね、薬味とかね、ネギとか、ネギしか思いつかない。でも黒沢さん、何がすごいって、うん、あっちの方が匂いがつきにくいんだよ。いや、わかるよ。プラスチックだとさ、もうネギ入れたらネギしかね。旦那がもうめちゃくちゃネギ使うから、来て、山盛りに入れといてあげる。ネギとかからやんな、じゃあ頭から。これいいなと思って。いいね、でもお店屋さんみたいで、あの、四角いからストックしやすいしね、食べたりとか、横に並べてもね、ネギって書いとこうかなと思って。で、これですね。あ、ザルだ。ザル。なんでそのザルにしたの。あの、これが欲しい、取っ手が欲しい。へー。でも、あんまりなくて、大きいのあるけど、うん、この大きさがなくて、うんうん、それさ、でも何がいいって、深さがあるのがいいね。あ、このザルの形いいよね、いい、網の形、いい、これね、洗いやすい、うん、あと、もう一個欲しいのがあったの。これは欲しかったってずっと思ってたんだけど、うん、なんででけえのしかないんだろうと思ってた。あー、すり鉢。なかなか買わないもんね、すり鉢ね。ね、え、何するのそれで。すりやつ持ってたよ。あ、すりこぎの。すり立てのやつ。すごい、すりこぎ買ってる。これだったら普通のお椀と一緒に置けるなと思って。何を食べるの、それで何を食べるの。ほうれん草だね。ほうれん草食べるの。ほうれん草と洗って、あ、ごまえと、ほうれん草ここでこうさっさってやって、しぼって、うん、で、でっかいこういう皿に入れて、切って、まずほうれん草切って、ほうれん草をまずしぼって切って切って、で、これをここに入れて、ごま、醤油、砂糖、みりん入れて、うん、やって、こうにやって、うん、こうだね。待ってらんないでしょ。後ろにやってるから。これでも、これ本当にないなと思って。買うんだったらこんなサイズしかないの。あと100円ショップでもあるけど、釣りこぎがそんなに立派なやつじゃないから。あ、そう、こめかみとかにガーンってやるのちょうどいいもんね。こめかみにこめかみにこうやるの嫌だな。だって持ち屋さんめちゃくちゃ持ち屋ないように見えるから、持ってないように、うん、ないように見える。うまいって。ほら、持ってないように見えるから。持ってないように見えるって大事なんだ、うん、そっか。ここにじゃあ入れとこうか。入る、はい、長いね、ちょっと。悪い人が来たら。悪い人が来たら怖いね。そっかそっか、うん、でも常に、常に。いや、これはもう本当に買いの、うん、買いの商品です。へー。じゃあ、あと2つですね。
自立する水切り袋でこんな可愛いの見たことないなと思って。それ水切り袋なんだ。こんな可愛いなんの？シンプルでいいね、デザインが。ね、おあ下が広がって。こういうことですね。あ本当だ本当だ。どうでしょう。いいね。可愛いね。なんとも可愛いね。主婦モデルの買い方ですよそれは。あそう。おしゃれだなと思ってだってこの。おしゃれだね。と最後ね。うん、これだ。黒沢さんも買ってたスポンジがものすごい豊富だったの、うん、でこれはソフトブラシスポンジ、うん、高密度泡立ちスポンジのソフト、うん、高密度泡立ちスポンジのハーフスポンジ主婦モデルだからね主婦モデルはやっぱり見た目を気にしないと気にしないといけないから、ね、そう考えたらすごく一人暮らし感が出てるじゃない私いやでもすごいいい生活感だと思うけど黒沢さん物をあんまりね増やさないと思いながらだって増えるとさ掃除も大変ですから、うん、そうだね捨てるときが大変もう捨てること考えてるの、うん、うわすごい物買うときは捨てることを考えてるからそうなんだそのネギ入れるやつあるでしょ、うん、これね、うん、捨てるときうんどうするんだろうって思っちゃう燃えないゴミ絶対もう一生使ってやるよそうだよだってねこう一生使ってやる下はねマジでいや使えるよ絶対いけるよねいけるいけるいけるこれで早く使いたいよ使いたいねうんいや充実してたねじゃあベストワン出そうはいこれ早速一番に使ってみたいって、うん、分かったせーのじゃんおーだだこれぞれ違うこれが、はい、今回やりたかった、はい、ケイユカさん、はい、の商品でした、はい、それじゃあね以上森さんちゅんでした、はい